私、この古道具屋の主でございます。ご覧ください、現代まれに見る巨大衣装たち。おおよそ実用などというものを超越した白股。はし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 、私どもの提供いたしますものは全て実用などという卑しい目的を空落ちて作られたものばかりでございます。私断言いたします、一般の人間は企画品で満足しております。彼らが家具を買うのも家畜を買うのも同じこと。初めから身幅に合ったものを買うのに他なりません。しかるに私お見通し。皆様は高貴なお心、世俗になじまずの心から家畜などには目もくれず、あえて猛獣をお買いになるのでございます。私驚きません。世間一般の人間に手に負えぬこの品物、このタンスこそがまさにその猛獣でございます。どなた様もどうぞお念をお呼びくださって、さあどうぞどうぞ。5万円、はい、5万1000円、はい、10万円、18万円、3000円、はい、3500円。あら、何かのお聞き間違いでございましょう。18万円、18万円でございますよ。はい、19万円、はい、20万円、はい、35万円、100万円、200万円、300万円、3000円。どなたです？変な冗談をやめてください。非常識にも程がある。あなたは一体何者なの？私は清子踊り子よ。ああ、踊り子なんてこの場所に呼んだ覚えはないわ。ここは招待のお客様以外は禁制の場所ですよ。呼ばれなくても私にはここに来る資格があるの。大きな口を聞くんじゃないの。警察に引っ張ってるのは勘弁してあげるから、とっとと帰りなさい。3000円ですの。このタンスには3000円の価値しかないんですもの。ちょっと、なんてことを言うの。もしこの大きく不思議なタンスの依頼を一度お聞きになったら、欲しいとおっしゃる方はいないはずですわ。もういいから、さあこれを持って帰る。申しますが、このタンスは桜山家から出たものですが、桜山家の奥さんはいつもこのタンスの中に若い愛人を隠していました。その愛人の名は安志と言います。ある時、夫人の恐ろしいほど嫉妬深いご主人がタンスの中の物音に気がつきました。そしてピストルを出していきなり中に撃ちました。撃って撃って、ものすごい先にゴルフを撃ち抜かれまで、ダンスの下からはなみなみと血が流れてきたのでした。これでも高いお金を出してお買いになりたい方はいらっしゃる？ 3000
3000出しても買うのはこの私くらいのものでしょ。いやなぁ、ちょっとお待ちよ。いやなぁ、お話を聞きください。お待ちください。あんた、大した凄玉よ。ああ、私の大事な顧客たちがみんな帰ってしまった。黙って私の話を聞いてちょうだい。よくもまあ、しでかしてくれたもんだ。こんなに若くて、こんなに綺麗な顔で、よくもまあ。そう、私の話はその私の可愛らしい綺麗な顔のことなの。どこまでずうずうしいのか、最近の若い子と来たら。ヤスさんは私の恋人でした。タンスの中で殺された青年が。ええ、それなのに私を捨てて自分よりも十も年上の桜山夫人の愛人になったんです。お気の毒。黙って私の話を聞いてちょうだい。あの人はタンスの中で眠り、タンスの中で眠りを覚まし、時にはタンスの中で食事しました。生きながらのお墓のようなこの部屋、殺される前からあの人は棺の中で好き好んで暮らしたの。快楽とは死の部屋、女の香水の残りかと自分の体の匂いに包まれて、あの人の死に様はあの人が望んだものだったんだわ。でもどうしてでしょう。何から逃げようとしてあの人は死の中へ。さあ、私に聞かれてもそれや。あの人は私から逃げたかったに違いないわ。ねえ、どうしてでしょう。どうしてこの私から、こんなに綺麗な私の顔から、用もない男の顔を引くこの顔は、自分の顔、自分でこの皮を剥いでしまいたい。贅沢なお嘆きですわ。まあ欲張りの話ですね。でもあの人だけは私の若さと美しさ、私のたった二つの宝を足切りにしたのです。今では私のたった一つの夢、たった一つの空想はこうなんです。ともすると、あの人は私が二目と見られぬような醜い恐ろしい姿に変貌すれば、そんな私なら愛してくれたかもしれないと。綺麗な人というものは気違いじみた夢を見るもんなんですね。でも私の夢が叶えられたらまさか彼氏が生き返りもしますまい。いいえ、生き返るかもしれませんわ。何者のだりが講じた末に、あなたが恐ろしいことを気がついた。あなたは自然を認めまいとしてるんだわ。そう、その通り。私の敵、私とあの人の恋の敵は桜山夫人ではなかったのよ。それは自然というもの、この私の美しい顔。さて、そこね。
あなたがこの衣装ダンスを書き込んで、その中で死んだ恋人を取り戻そうということね。ええ、だから三千という私の言い名で、ぜひともこのタンスを手に入れなければなりませんろ。そんな値段では売れませんよ。五万円、これ以上は一銭も負けません。買った値段でもというのよ。お金がないなら勝手にしなさい。五万円、これが最後の値段よ。私には買えません。それならいいわ。私の嫉妬と私の夢と私の苦しみと私の悩みは、それが私の顔を変えるにはこのタンスを家まで持って帰るまでもないんだわ。な、何をする気？このままこの場所で硫酸を私の顔にかければ。え、顔どうしろと言うの？脅しても無駄よ。いいこと。私がまたここに現れたとき、あなたは恐ろしさのあまり死にますよ。ああ。
見ていました。硫酸で焼けただれた鬼女の顔、恐ろしく焼けただれた自分の顔。それで悲鳴をあげたのね。へえ、ふと我に返ってこの瓶の蓋を閉めたの。私分かったの。どんな苦しみも嫉妬も悩みも、それだけでは自分の顔を変えることはできないだと。私の顔は何があろうと、私の顔なんだって。ご覧、自然と戦ったって勝つことなんかできやしないのよ。いいえ、負けたのではありません。自然と和解したんです。都合のいい言い訳だわ。初めて気がついたわ。あの人がタンスの中に立ってしまってから、私には季節というものがなかった。私忘れていたわ、春だったのね。タンスを買って帰りなさい。いいえ、私もいらないわ。いらなくなったな、あのダンス。やれやれ、もうとっとと帰ってちょうだい。いいえ、これから私には行くところがありますね。どこへ？あの紳士のところへ行けば、それ相当の目に遭いますよ。あなたは台無しにされるかもしれない。平気だわ。何があったって平気。この先誰が私のことを傷つけることができるでしょう。春は恐ろしい季節ですよ。あなたの心はズタズタに傷ついて、もう何も感じることができなくなるでしょう。でももう何があっても私の顔を変えることはできません。